tips テ,テクニック。こんにちは。今回は Microsoft パワーアップス休暇連絡アプリ作成後編の動画です。前回前編の動画ではパワーアップスで休暇連絡アプリの画面を作成しました。今回は前回作成したアプリと連携させるパワーオートメイトのフローを作成していきます。 それではまず今回どのようなフローを作成するのか紹介します前回作成した休暇連絡のアプリは2つ目の画面で休暇理由を選択もしくは入力し送信するという画面構成です今回はこのアプリで選択もしくは入力した休暇理由を指定した Teams チャンネルに休暇連絡メッセージとして送信するというフローを作成しますそれでは早速フローを作成していきましょうまずフローの作成方法として パワーオートメイトの画面から作成していくこともできますが、今回は前回作成したパワーアップスの休暇連絡アプリから自動化フローを作成する方法を紹介します。パワーアップスのアプリ一覧から、前回作成した休暇連絡アプリの3点リーダーを開き、編集からアプリ編集画面を開きます。編集画面が開いたら、アクションタブを開き、パワーオートメイトを選択します。 するとフローを新規作成するというボタンが表示されるので選択をし1から作成を選択しますするとフロー作成画面が開きここから休暇連絡アプリに連携させる自動化フローが作成できます作成をしていく前にまずこのフローに名前を付けておきます左上の無題と書かれているところクリックするとこのフローの名前を編集できます 今回は休暇連絡自動投稿フローとします。さてフロー名が変更できたら早速フローを作成していきます。新しいステップから操作を選択してくださいのステップで条件のコントロールを選択します。アクションの一覧に条件のコントロールが表示されない場合は検索バーで条件と検索するとアクション一覧に表示されるかと思います。条件のコントロールを選択すると はいの場合といいえの場合を分ける条件を入力するステップが表示されます。こちらに今回どんな条件を設定するのか、一度スライドに戻って見ていきましょう。今回設定する条件分岐は、この休暇理由を選択する2つ目の画面に関する設定です。この画面のドロップダウンから選択できる休暇理由は、体調不良、学校行事、自宅メンテナンス作業立ち会いとその他の4つを設定しましたが、 その他を選択した場合はテキストボックスを表示させ具体的な休暇理由を入力できるという画面構成にしました。よって条件コントロールにはドロップダウンで選んだ休暇理由がその他に等しいかどうかを判断する分岐条件を設定し、はいの場合、その他を選んだ場合はテキストボックスに入力された休暇理由詳細を Teams チャンネルに送信し、 いいえの場合、ドロップダウンで選択した値がその他以外の場合は選択した休暇理由を送信するようフローを作成していきます。それでは実際に作成していくんですが、このフローを作成する際のポイントが条件を入力する前に、はいの場合といいえの場合のアクションを先に設定するという点です。まず、はいの場合から設定していきます。アクションの追加を選択し、Microsoft Teams にメッセージを送りたいので、 マイクロソフトチームズを選択し、アクションはチャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するを選択します。そして投稿者はデフォルトではフローボ b o t が選択されていますが、オプションからユーザーを選択しても構いません。続いて投稿先については、今回はチャンネルに投稿をするので、チャンネルを選択。そしてチャンネルを選択すると、投稿先のチームおよびチャンネルを選択するドロップダウンが表示されるので、 任意のチチーム、チャネルを選択します今回、私はマーケティングチームの休暇連絡チャンネルにメッセージが投稿されるように設定します。そして実際にチームズチャンネルに送信するメッセージを入力します。メッセージはシンプルに、本日何々のため休暇をいただきますというメッセージにします。そしてこの何々のためという理由の部分にアプリで入力した休暇理由詳細が当てはまるよう設定を行います。 本日と入力した後、動的なコンテンツからパワーアップスで確認を選択します。するとメッセージ欄にはチャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するアンダーバーメッセージというコンテンツが表示されます。この部分にはテキストボックスに入力した休暇理由が当てはまるよう後ほど設定をします。そして動的なコンテンツの後はのため休暇をいただきますと入力し、 休暇連絡のメッセージ完成です。続いて EA の場合についても同じように設定を行います。アクションの追加を選択し、Microsoft Teams を選択。アクションはチャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するを選択します。投稿者はフローボ b o t もしくはユーザーを選択し、投稿先はチャンネルを選択。チームはマーケティング部。チャンネルは休暇連絡チャンネルを選択し、 メッセージは本日と入力し動的なコンテンツからパワーアップスで確認を選択します候補にパワーアップスで確認が表示されていない場合はもっと見るをクリックするとパワーアップスで確認が選択できるようになるかと思いますパワーアップスで確認を選択するとチャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するにアンダーバーメッセージというコンテンツが表示されます その後は、のため休暇をいただきますと入力し、完成です。さて、Teams に送信するメッセージの設定が完了したので、分岐条件を設定します。ここには、ドロップダウンで選んだ休暇理由が、その他に等しいかどうかを判断する分岐条件を設定するので、まず、値の選択で、動的なコンテンツから、 いいえの場合のメッセージに入力したコンテンツと同じ、チャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するにアンダーバーメッセージを選択します。真ん中のドロップダウンは次の値に等しいのままで、値の選択のボックスにはその他と入力し、分岐条件の設定完了です。さて、以上でフローの作成が完了したので、右上の保存ボタンで保存します。 保存ができてアプリ編集画面に戻ったら最後、この休暇連絡アプリで送信ボタンを押した時に今作成したフローが実行されるようアプリを編集していきます。ツリービューから休暇理由選択画面を開き、送信ボタンを選択すると現在この送信ボタンのオンセレクトプロパティにはナビゲート関数が設定されていますが、ここにもう一つフローを実行する関数を設定します。 今入力されているナビゲート関数はもちろん入力されたままでもいいのですが、式が見やすくなるよう一度削除をして後で入力し直します。まず、lan と入力すると、休暇連絡自動投稿フロー w l n が候補に表示されるのでこちらを選択します。すると入力ヒントが表示され、次に入力するのがチャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するアンダーバーメッセージの値で、 ここにはテキストボックスに入力された休暇理由詳細が当てはまるようにしたいのでテキストインプット1ドットテキストと入力をします続いてカンマを1つ入力するとチャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するにアンダーバーメッセージの値の入力が求められますこちらについては家の場合に送信するメッセージになるので式にはドロップダウンで選択された値という意味で ドロップダウン1 s e l セレク e d ドドットバリューと入力をし、最後はカッコで閉じて完成です。欄関数が入力できたら、その後に先ほど削除したナビゲート関数を再度入力し完了です。それでは実際にアプリを利用して選択した休暇理由が Teams のマーケティング部の休暇連絡チャンネルに休暇連絡メッセージとして投稿されるのか見ていきましょう。 スマートフォンのパワーアップスアプリから休暇連絡ボタンを押して、ドロップダウンから休暇理由を選択します。まずは自宅メンテナンス立ち会いを選択して送信します。すると正常に完了しましたの画面に遷移して、Teams チャンネルを見てみると、本日自宅メンテナンス立ち会いのため休暇をいただきますというメッセージが自動投稿されていることが確認できました。 そして、ホームに戻るを押して、もう一度、今度は休暇理由として、その他を選んだ時の動きも確認します。休暇理由選択の画面は初期の状態にリセットされていて、ドロップダウンからその他を選ぶと、テキストボックスが表示されるので、ここに理由詳細を入力します。今回は、通院として送信をします。そして、Teams チャンネルを見てみると、 本日通院のため休暇をいただきますというメッセージが自動投稿されアプリが正しく動くことを確認できました。モバイルアプリのボタンワンタップで休暇連絡ができるため、忙しい朝にわざわざ PC を開くことなく手軽にそしてスムーズに連絡が行えます。今回は設定を省略しましたが、チャンネルへの投稿が完了次第、自分宛に通知を設定するなどをカスタマイズしても利便性が上がるかと思います。 ぜひ組織やチームで使いやすいカスタマーアプリを作成してみてください。それでは今回の動画はここまでです。また次回の動画をお楽しみに。